時刻は8時を回りまして、はい、これからは、アトロのコザピドゥラジオの時間ですでございます。今日は第何回目でしょうか。今日第何回目ですかね。もう、まあ、ね、もう毎度オープニングの何、はい、お決まりのセリフなんですけど、流れをちょっとギリギリまでね、ちょっとバタバタしておりまして、ね、はい、打ち合わせをしておりまして、多分50、うん、55か6か7回ぐらいかな、それぐらいですね。そうぐらいです、はい、50回です、うん、はい、はい、今日は何月何日ですか。今日は2月29日ですね、はい、ウルービ。実はですね、はいはい、だから 2月の29日に、うん、アトロン の, あのショップをオープンする予定だったんですが、はいはい、ちょっといろいろありましてね、うん、ちょっとあの準備不足とか、はい、あと、まあ、そのグッズを作ってもらってる方々とか、うん、焦らしたくないという気持ちもあって、そうですね、うん、まあ、ちょっとあの3月の、うん、これはあの 日付はもう、もう言ってもいいんじゃないですか。一応ですね、はい、仮として仮として3月の20日に今延期してますね、うん、はい、そうですね、はい、3月20日でも延期してる分、うん、またあのすごく充実した内容にしますのでね。あれだね、はいはい、もうあのなかなか思ってるようにスケジュールが進まないというかさ、うん、そうだね、うん、でもう気持ちも焦るさ、うん、焦るで俺もだから焦って、うん、もうあのもう本当にアトロの中もごちゃ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 してるわけさ、うんうん、大工さんも入って電気屋さんも入って、はいはい、もう俺の弟も何日曜大工で腕を振るってとかカウンター作ってみたいね、うん、でこれであのもうアトロの中がもう本当に何ヌスルが入ったみたいな泥棒が入ったみたいな感じになってるわけよはい、はい、でこれで一個でも早く片付けたいっていうので俺も気持ちも焦って、うん、あのちょうどあのあれはエノビバースデーの日でしたかね。そうですよ、2月16日にもうちょっとあの怪我をしまして、ね、もうあの俺の大事な商売道具である手が、うん、指がちょっと骨折じゃないけど、だからよ、人差し指を ねちょっと怪我しちゃいまして、ハッサベ骨折って人生初でしょ。人生初の骨折、うん、デージャッサ40年生きて初めての骨折ですよ。あ、いや商売道具なのにまあでもあの不幸中の幸いということで、うん、あの左手、うん、まあ俺あの 両使いなんですけど、はい、あの仕事は右であって、うん、あの食事とかお箸とかスプーン持つのは左なんですけど、うん、その左手だったんで、うん、まあ仕事に影響がないんで、まあ良かったかなっていうので、はい、うん、まあ、いやだからもうこれで、うん、もう気持ちも焦ってさ、うん、怪我もしちゃうし、うん、もうこの状態で、うん、であのこのグッズ作ってるしずさんとかももうちょっと間に合わしきれるかちょっと心配っていう連絡も来たりとかして、うん、はいはいはい、もうこのやってみんなが焦ってる状態でオープンさせるのはあんまり良くないなっていうので、うん、ね、うん、もう延期をね、そうですよ、決断しましたけど、はい、やっぱ内装工事もね、いろいろとあのもう少しやっぱ時間が必要でね、うん、まだね、うん、まだ完了してないからね、そう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 だからあのしっかりまたプロモーションもね、私たちもやりたいなっていうのもあったので、うん、はい、まあ、あのゆっくりずつね、うん、はい、アピールをしていきながら、もうあれですよ、だから今だからさっきまで、うん、またあのこの掃除もして、うん、アトロンの中もね、はいはい、で後半にあのケングシングこと、うん、第3週のレギュラーのケンシンさんが、はい、ちょっとあの仕事の打ち合わせで来てて、うん、そうですね、もう本当につい5分前ぐらいまで いたんですけど、そうなんですよ、もうダッシュできましただからもう本当にだから改装ショップオープンさせるのももちろん大切なことなんだけど、それだけではね俺なんか食っていけないから、やっぱりちゃんとしたこのグラフィックのお仕事もやらないといけないから、それも並行させてるんで、もう本当に
体がいくつあっても足りませんっていう感じですよ。そうですよ、本当に、ね、今ちょっとスタッフがね、うん、もう入って1年になるんですけども、はい、あの本当にスタッフもフル活動というか、もう、ね、今日もねずっと頑張ってますよ。そう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 、今日もね一個仕事がね、今日もね一個あのトラブルというかね、うん、があってね、このトラブルは具体的に言えるんですか、ね、一応これ何っていうのはまだちょっとシークレットなので、うん、あの、うん、はっきりしたのは言えないんですけど、うん、とにかくとあるあの依頼を受けまして、うん、物置もちゃんと決まってんだけどさ、はい、3月の上旬ら辺でね、はい、であの生地を使ってオリジナルの生地を使った、うん、今ちょっと商品を、はい、商品というかこのグッズをね、グッズをね作ってるんですけど、うん、かなりあのぴったりサイズに作ってて、うん、そしたら届いた生地がさ、うん、寸法が足りないと、うん、選んでよってなんか6ミリぐらいかな、うん、もうミリ単位なんだけどすごく足りないから、はい、今日あのスタッフにこの縫製をやってくれるところに持ってったんだけど、うん、こうちょっと足りないから、うん、縫えないですよって言われてからさ、はい、でまたこの生地をプリントしてくれてるところに問い合わせてみたら、なんかこう洗ったら生地が何ミリか縮むらしくてから、うん、その分計算入れてなくてさ、はい、間に合うのかこれって、うん、またその生地の印刷屋さんにお願いして、うんうん、これがまた沖縄に届く、うん、で縫製させる、うん、でその納期っていうかさ、うんうんうん、もう超ギリさ、これ超ギリですよ。ちょっと今不安ですよね、少し不安、間に合うのかなっていう、本当にこれできればね穴開けたくない。これもしあの依頼してる方が聞いてたらちょっとビビらせる、うん、間に合うわって本当にもうやばいよね。やばい。でもあのどうにか間に合うように、うん、いろいろ、まあ、もしこれができなかったら違う手を考えてますので、うん、あのいろいろそういうのでね、うん、だからもう頑張ってきます。もうあれなんですよ、俺なんかの仕事って、うん、あのうまくいく時ももちろん多いんだけど、うん、こういうトラブルもつきものだから、うんうん、このトラブルも楽しまないと、そう、ね、うん、来たよみたいな、うん、そうそう、どう回避するかっていうのも、そう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 、だちょっと焦りながらもちょっと不安なりながらもどこかワクワクしてる部分もあるわけ、うん、うまくいくんじゃないかな、どうやったらうまくいくかなっていうさ、はいはいはい、っていうところをね、うん、楽しめるからいいのかな。まあね、だこれも 、うん、何で焦ったかっていうのはまあ、うん、後日ね。そうですね、多分あの第2週ぐらい、うん、第2週じゃない、第3週目のラジオの時にね、うん、お話ができるかなっていう感じですかね。だから今もう本当にマルチタスク状態で、うん、脳みそも、うん、あれも考えんといけん、これも考えんといけんっていうのんで、うんうん、はい、結構大変なんですけど、でも、まあ 暇よりはマシですよ。そうです、いろいろ考えることがあるっていうのは退屈しないからさ、うん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 、まあだから 俺的にちょっと反省点だったのこの怪我、本当にやっぱり焦って何もかもするなっていう、うん、しかもこの時ももうあのなんていうのタイミングが全て悪くて、うん、まあ、タイミングのせいじゃなくて一番俺が気をつけられなかった俺が悪いんだけど、はい、例えば前日に寝不足だったとか、うん、あとその何アトロの中がもう散らかっててもう気持ちも焦ってわさわさしてたとか、うんうん、本来はそのドリル作業をするときは布の手袋軍手するのは本当はダメだっけ、うんうん、はいはい、ごハットだっけ、うん、なぜかというとだからドリルに絡まるからね、うん、絡まったときにスルって抜けないから、うん、危ない、はいはいはい、巻き込み、うんうん、っていうのも俺あの昔あの電気工に一時期働いてるときあったから、うん、そのときも再三注意は受けてたわけ、うん、あの軍手しながらやるなよって、はいはいはい、っていうのも分かってるはずなのに、うん、もうだから頭もね回転してないから、うんうん、ついついね、ついつい判断ミスで、はいはい、もうあれですよだから、うん、この巻き込みの時に、うん、まあだから手はねちぎれなくてよかったなと思うんだけど、本当にこれだけで済んで、もうこれぐらいで済んだんで、もうあの、うん、本当にいい薬と思って、そう、もう次同じミスをね繰り返さないようにしないといけないんだけど、うんうんうん、もうあのメリメリメリって言ったからね、うわー怖い、この絡まった時に、ね、はっさびやい、あやばい俺なくなった手と思って、危ない危ない、まあ、一応あの外から見たら全然あの外傷がね切り傷もなんもないから、あの人が見たら、だから俺今あのギプスっていうのこれ、これなんだろうね、あの金のなんかかっこいい指輪みたいな、ギプスやってるんだけど、ギプスね、これもあの本当に包帯で巻いてるとかだったらみんなが大丈夫ねってなるかもしれんけど、俺これだから、なんかちょっとおしゃれな指輪やってる人みたいな感じだわけ、実は折れてんだけどこれ、ね、これちょっとあのあれ固定してるんだよね、そうそうそう、指の骨だから、添え木みたいな役割なんだけど、でもこれも、うん、あのずっとつけてたら、うん、臭くなるわけ指が、うん、どんどん、うん、であの
あの先生に聞いたらこれあの外してもいいんですかって言ったら、うん、お風呂入る時とか、うん、手があの汚れた時は別に外して洗ってもいいですよって言ってるから、うん、最近は一応そうするようにしてるんだけど、うん、まあでもそれ以外は、うん、なるべく寝てる時とか、うん、寝てる時って無意識さ、ねうんうん、だからあのたまに痛くて目覚める時あって、もう最近はないんだけどあの、うん、追ってばっかりの時とか、はいはい、なんか痛いと思って夜中目覚めたりとか、うん、っていうのはありましたけど、うん、今もちょっと臭いですけどもうなんか癖になるよねこの乳液。そうあの何足の親指の爪臭いけど茶かきみたいな。そうだから本当はさ、うん、この怪我したとかっていうのも、うん、ブログとかフェイスブックとかでも、うん、一瞬アップしようかなとも思ったんだけど、うん、なんか人に同情されるのも嫌だし、うん、同情だったらまだいいけど、うん、ね俺のことあんまりよく思ってないやつがざまあみろみたいなざまへへって思われるのも嫌だからあの一切書いてないんで、ねうん、今ラジオ初めて聞いた人友達とかへ、うん、おったんだっていう ね、 あそうだね多分あの俺の本当に身近な人しか分からんから、うん、怪我したこと、うんはいはい、多分あの宮島君も今知ったんじゃないそうだね、うん、今帰ってきよったけど、うん、はいはいはいですよね言ってないもんねそうそうなんかあんまりね、うん、こういうネガティブなのはあんまりアップしたくないな、うん、だったらなんで今言ってるばって話だけど、うん、ラジオは流れていくから、うんうんうんまあ、データとして残るけど別にね活字で残すよりはマシかなっていう、うん、はいはいはいそこがまたラジオのいいところでもあるんじゃないですか、うんうん、っていうだからいろいろありまして ねそういうのがあったねいろいろねこの2週間最近だからもう、うん、まともにフェイスブックも見てない、うん、もう、うん、俺も本当になんで細かいことでもアップしたりする派なんだけど、うん、どっちかといえば、うんうんうん、もうそんなのやる暇もなくてからだから今日もあのラジオの告知しなかったなと思ったらエノビ博士が、ね、そうなんですよねバックアップしてくれたんでしょう、うん、はいはいはい、うん、ちょっといつもはねつかさがアップしてくれてるんですけど、うん、ちょっとあのケンシさんと打ち合わせ中だったから、はい、私はその隙にさささっと、うんうん、アップしました助かりましたはいよかったです、うんはい、でもね今もかなりあのアトロの中も上等なってきててなってるよこれも早くみんなにお披露目したくてねうんもう結構ね3月20日を交互期待ということで、ねうんうんうん、楽しみにしてくださいですよ、うん、ほんとね、はい、私たちも楽しみです、うん、はい、はい、じゃあそろそろ1曲行ってみますか行きたいんですけど、はい、何がいいかなまだ選んでる途中そうですねじゃあちょっと元気なりそうな曲に行きましょうかねはい、はい、いいですか、はい、しょっちゅうあのこれこいつなと思うかもしれないですけど、うん、いきますね、はい、ゆずで色とりどり、なんで今途中で切ったかと言いますとね、うん、ちょっと機材調整をするために、はい、一度音消しましたけど、はい、この今かけてるのが iPhone なんですけどね、うん、このカバーがね、はい、今いけるかな今いけるかなじゃあもう一回仕切り直しということで、うん、いきますか大丈夫ですかはいはいいきますか、はい、はい、じゃあお願いします、はい、ではゆずで色とりどり
コザピドゥでは皆様からの温かいお便りをお待ちしております。アドレスは761@fmkoza.jp もしくは FM コザホームページでも書き込みできますよ。ペニー、また Facebook アトロン公式ホームページでも毎月お題を出しますので、お気軽に参加しておくんなまし。たくさんのお便りを待ってるぜ。はい、お届けした曲は何ですか？お届けした曲はゆずで、ゆずで色とりどりでした。大丈夫です、ね、大丈夫です。頭回ってますか？頭も回ったかったです、はいはいはい、ということで元気になる曲でしたね。元気になりますね、うん、はい、いつも言うあのちょっとおまじないが今回言えないんですけど、まあ、一応あの、はい、はい、コザピドゥでは FM コザではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。あとツイキャストとユーストでもね配信して、はい、ファックスでも受け付けておりますので、はいはい、ぜひぜひお便りお待ちしてます。お待ちしております。、はい、ということでツイキャスコメントが来ております。はい、はい、水草7-7さんですかね、はい、はい、初見です、ニコルマーク、うん、ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはいはい、ということでね、今日さっき話したっけ、今日2月29日でしょ、うん、で、うん、記念日じゃないですか。そうなんですよ、うん、だから2月29日になんでアトロンのショップをオープンしたかったかっていうと、うん、俺なんかのね、うん、アトロンっていう箱がコザにあるじゃないですか、うん、このアトロンを設立したのが2000年の2月29日、うんうん、はい、いっちゃ400年に一度のウルー日だったよねにオープンしたので、せっかくなんで、うん、そのアトロンのなんていうの生まれ変わりみたいな感じで2月29日にね、うんうん、オープンしたかったんですが、はい、ちょっとね難しかったので延期したんですけど、うん、はいはいはい、あれなんですよ、うん、もう16周年、16周年ね。これややこしいんですけど、うん、俺とエノビ博士が、うん、そのアートユニット、はい、自由創作表現者っつってね、うん、結成当時はその看板でやってて、うん、今はもうね、アトロンとして活動してますけど、うんうんうん、2人で活動してからは18年になるんですけど、はい、そうですね、でアトロンのこの箱を設立して、うん、16年、うん、今日で16周年ですよ。そうですね、
おめでとうございます。おめでとうございます。まあ特に何もやらないんですけど。そうですね。普通お店とかだったらね、うん、なんかあの、うん、パーティーとかあるんだけど、俺なんか別に飲食でもなければ、うん、そういうなんかまあショップはね今後オープンするけど。うんうんうん、今現時点で言えばまだアトリエなんで、うんうん、特に何かお祝いするってわけでもないんですが、はい、16周年ですよ。16周年ですよ。すごいですね。ねえ、なんだかんだでね。俺なんかが16年この場所にいて、うん、もう周りもいろいろ変わりましたよ、うんうんうん、特にね俺なんか隣なんて何回変わったか、うん、今3回目、3回目ぐらいだよね。ずっとパーマ屋さんですけど、うん、でもなんかね、そうそうそう、向井も、うん、あの変わったさね。向井もね、花屋さんがあったりとかね。昔は雑貨とお花屋みたいな感じだったよね、うん、斜め向かいの文具屋さんはずっと頑張ってますよ。とあの琉球放射線は頑張ってますけど、そうそうそう、うん、だ近所のねパルミラ通りにある500マイルが多分あの去年20周年かな21周年かな、それぐらいなんだけど、20周年だっけ、21周年だよね、うん、っていうのでめっちゃ長いなみたいな思ってたわけ、うんうん、でも考えた後の16周年って5年しか変わらないんだなって。そうそうそう、神山さん、神山茂がやっているケミ、ケミ、あのまあ、うん、オープンした時はケミストリーだったんですが、はいはいはい、もうちょっとしか俺なんかと変わらなかったさ、ね、変わらないよね、オープンしたのはね、うんうん、だけど、うん、だから今売り名前を変え、はい、場所も隣に移ってってなってるから、うんうんうん、多分厳密に言うと、うん、なんていうの、何周年っていうのでくくるとさ、うんうん、ケミとしてはもう数えカウントしないわけでしょ。いやでもカウントしてるみたいよ。あ、してるの。あ、いいんだ、うん、ケミ17周年やるって言ってたパーティーみたいな。あ、そうなの。そうそうそう、ちゃっかり。まあだからちょっと変身しながらさ、まあね、変身しながら変化を遂げながらも成長しつつ、まあ、若干のインチキはありつつでしょさ。まあね、でもケミもね、うん、本当プレケミとして、まあ、プレカフェか、でもだからバイケミ俺なんかより少し前にオープンしてたから、うん、そうだよね、1年ぐらい、1年も変わらない、1年変わらないぐらい、何ヶ月差だよね、うん、本当は多分ね、あのパーティー3月って言ってたけど、うん、おそらくオープンしたの3月ではなかったはず、うんうん、アトロンよりも何ヶ月か前って感じだったからね、はいはい、うん、その頃はね、いろいろなんか周りにもね、お店、うん、先輩方がやってるお店もたくさんあって、はい、なんかあの結構手作りでね、うん、作ってるようなお店もいっぱいあったんですけど、昔はね、うん、昔はっていうか流行ってたからね、うん、この自分たちでそのリノベーションというか、うん、DIY でね、うんうんうん、そうなんですよね、俺なんかもそれ見習ってというか、うんうんうん、やったけど、ほんとね、まあ俺なんかアトロンに来た人 たちは分かると思うけど、うん、もうめっちゃ大変でしたよ、だからね、うん、もう1から10まで、本当で俺あのだからさっきも言ったけど、うん、電気工に働いてたから、うんうん、その知識も少しあったから、うん、あのアトロの中の配線は自分でやったわけさ、うんうん、だけど今あのまたさらにあのバナナコンセプトさんにお願いしてるさ、うん、もう俺の配線とか配管とか全部見てから、うんうん、やばいねっつってあの電気屋さんの常識では考えられないこの組み方してるっつって、そうそうそう、一本のこのね筒の中に何本も入ってるっていうのがやばいねって、うん、攻めてるねって、つかすさん攻めてるねっつってだからもう本当にあの常識にとらわれ ないでやってるっていうかさ、うんうんうん、でもだからできたんじゃないって思ったりする、なんか、うんうん、今考えた天井とかもさ、だから7尺の脚立を立てかけてやっと届くぐらいだわけ、うん、7尺ってことは7段あるわけさ、こう足踏むところがね、うんうんうん、はい、あれだからもう普通余裕で3メートル以上の天井までね4メートルぐらいあるんだけど、うんうん、はい、超塗ってるさペンキを、うんうん、よく塗ったなと思うわけ、よく塗ったよね、すごい、しかもあの1回塗りとかじゃないよ、うん、3回塗って超しっとりしてるから、未だにしっとりしてるから、ね、そうそう、チーズケーキ の, なんかあのしっとり部分ぐらい超綺麗にしっとりしてるから、そうそうそう、今見てやばいなと思ったりする、あの時もさ、うん、だから思ったのが、うん、ほぼ約9ヶ月かけたでしょ、うん、9ヶ月間、うん、いっちゃ家賃は払うわけさ、うんうん、だけど、うん、お店としてオープンしてないから、うん、儲けはないわけさ、ないね、いっちゃ出費はあるけど、うん、儲けがないっていうのを9ヶ月間、うん、あのなんていうやってるこのバカさ加減、うん、旗から見たらバカかやったって思うかもしれないけど、うん、俺なんかはやっぱそこをこだわりたいわけさ、このクオリティというか、ね、せっかくやるんだったら上等にしたいっていう、うん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 、近所も最近お店いっぱい開けてるんだけど、うん、例えばあのね、今あの繁盛してる足立屋さんとか、うん、あ、はいはいはい、もう今ねいつ通ってもお客さんいっぱいいて、うん、ね、まだ行っていいことなきゃ行きたいな、行きたいんだけどね、うん、
もうそことかも結構急ピッチで早かったね、うん、改装して開けたわけ、うんうんうん、なんでかっつったらやっぱあそこ借ります、うん、で改装早く終わらして早くオープンさせないと儲けが入ってこないから、うん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 、それが当たり前だし当たり前ですよ、それが一般常識だし、うん、それが賢いわけさ、うんうん、だけど俺なんかだ、うん、この今改装してるのもどん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 延期して、うん、なんで延期するかっつったらだから内装にこだわったりとか、うんはいはいうん、そこだけどね、うん、あのなんだろうバカだけど、うん、お金は出ていくけど、うん、だけどここにこだわりたいっていうね、うんうん、妥協したくないとか。そうなんですよ。でもさ、うん、そういうこの熱意っていうかこのどこにこだわるかどこに時間かけるかっていうところをやっぱり共感してくれるこの今回ねこのプロの方々にもお願いしてるんだけど、はい、そこを共感してくれてるから、うん、ああいう電気の配線の仕方、うん、ああいうこの鉄管を使ったこの入り組んだ、うん、もう多分さだこのバナナコンセプトの、だから岩尾とか新谷さんも言ってるけど、うん、電これこんな、ね、っていうの工事する電気がいるんだって思うぐらいのやり方を目指してるって言ったのは、うんうんうん、やっぱり司のそういうこだわりを聞いて、うん、感化されたりとかさ、うん、共感してるからだと思うわけ、うんうん、今やばいよねこのなんていうのねえもうあの早くみんなに見せたいなって思うんだけど、うん、まだ一応今やってないんだけどさ、うんうん、あのこのバナナコンセプトの社長の岩尾、うんは前から知り合いで友達だから、はいはいうん、よく打ち合わせと称して、うん、あの普通にユンタクしてもう夜中までユンタクしてるんだけど、うん、それで話も盛り上がってさ、うん、なんかあのすごいごっつい仕掛けしてる割には、うん、あのしょぼいのしか光らさないみたいなの面白いねっていう話になってて、あのでっかいブレーカー、うんうんうん、もうあれなんて言えばいいんだろうな、もうなんか小学校の体育館についてるような、はい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 、でっかいブレーカーがあるわけ、うん、ガチャンってる弁当箱よりでかいみたいな、うん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 、このとってもなんか陶器でできてるそう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 ごっついのがあって、うんうん、そのなんか機械がバナナコンセプトのヤードにあるって言ってから、うん、それを使ってガッチャンって やった割には、うん、いっちゃあのアトロン の外の看板がポッて光る、うんうんこんなでっかいスイッチなのに、うん、ってなったら面白いんじゃないかっつってだからよで本当に持ってきてるだからよこれつけようねっつってで、これを、うん、オンにしただけでは正直音はならんわけ、うんうん、普通にガシャってやったらもう、はいはい、あの外の電気がつくっていう仕組みなんだけど、うんうんうん、音つけてもいいよねっつってだからガッチャンってなるようにしたいねってなって、うんうんうん、じゃあ今度はこのガッチャンって鳴らす機械も持ってきてから、うんもうなんかすごいごっつい見たことないごっつかったね見たことないのよ、うんうん、これでガッチャンなんかマグネットで引っ張ってどうのこうのってなんかあの専門的なこと言ってたんだけど、はいはいはい、これつけようってなったけどなんかノイズが入るから、うん、中のコイル改造しないといけないってまた持ってきよったけどすごいよねこれもいっちゃ最初だからバナナコンセプトに電気のお願いした時にこれ契約入ってないんだよこれ入ってないね入ってないけど、うん、もうこの話が盛り上がって、うん、要はもうやりたいっつって、うんうんうんやってるんですよ、はいはい、でもそういうこの面白いくやろうとかさ、うん、楽しくやってる感じっていうのは、うん、やっぱり司のこのとのこの会話で感化されてっていうかさ、うん、共感してたと思うよやっぱり、うん、まあ、うん、俺あの人乗せるの得意だいやでもそばで私見てて女性が見てやっぱ男の子だなっていうかさ、うん、なんかこんなのやったら面白いやんにみたいなので、うん、だからやろうやろうみたいな感じがすごくするわけよ、うんでこれやっぱ男子特有だなって感じる、まあ、男の人いつまでたっても子供なんで、うん、なんかこんなやったら面白いよなこんなやったらかっこいいよなみたいな、うんうんうん、やっぱ気持ちはいつまでたってもありますよねありますよね、うん、いいですよだからいろんな分野で男性がやっぱり目立ってるんだと思う評価されたりとかさ、うん、そういう感覚だからかなと思うよまあ幼稚ですからね、うん、男の人は幼稚だからこんなのが、うん、なんていうのあんまりねこう現実的じゃない部分があるから、うん面白いものどんどん作っていくんじゃないの、まあ、今いろいろまた考えてるのもあってそのガッチャン以外にもね、うんうんうん、それもちょっと岩尾に話して、うん、ちょっとやろうかなと思ってるのがあるんで、はい、これはまた後日、うん、後日発表しますいいですねはい、はい、ということでコメントツイキャスのねコメント、はい、マットさんがハイサイということですハイサイ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 って書いてるけど沖縄の人なのか内地の人なのかわからないねまあハイサイはもう誰でもわかるからね、うん、そうなんですよ全国的にね、うん、本当にもう懐かしいななんかやっぱりこう東京に売り込みとか行ってる時にね、うん、なんか沖縄の話をするとやっぱりわからない人がほとんど多いさね、うんうん、エイサーって言っても
何ですかエイサーって。エイサーわからんって言われた時のショックでかかったね。でかかったね。エイサーはさすがに俺全国区かなと思ったら。うちもそう思った、うん、まあでもこれももう何年前、うん、10年ぐらい前になる。もう15、6年ぐらい前だろうね。はまだそこまで沖縄って全国的じゃないんだなと思った、うんうん、思ったね、うん、沖縄といえば海ぐらいしかわからんみたいなさ。まあさすがに今はねわかると思うけど、沖縄も花かなりね、うん、本当に一時期沖縄ブームって言われてる時もあったさ、チュラさんとかさ、うんうん、そういうのやってる時に、うん、でもそれ以降もずっとやっぱ沖縄の人気っていうのあるからね。沖縄はね、俺なんか住んでる人たちだから、うん、あの東大元暮らしで、うん、何がいいのかよくわからんけど、うん、何がいいんですかね沖縄のね。なんでしょうね、やっぱり気候とか、うん、あと人柄、うん、沖縄の人ってみんな優しいよねって言う人いるけど、うん、優しい人ばっかじゃないよって。そうだよ、意地悪なうちなんちょもいっぱいいるよって。いるよいるよ、うん、みんなそんなじゃないよみたいなね、うん、そう、うん、まあ、そういう人が多い。俺はもう常にみんなに言ってるこのそう言ってくる人に、ね、俺を筆頭に意地悪なのいっぱいいるよみたいなウケるまあ、そういうイメージ、いいイメージがあるというのはいいことだけどね、うんうん、あれもあるはずだから、あの他府県から来てるからちょっと親切にしてあげようという気持ちが ね、うん、おもてなしみたいなのはすごく強いかもしれないね、うんうんうん、そういうのはあるかもしれないね。あるかもね、うん、ほんと。だからうちがトロンお店ショップとしてね今回またオープンするんですけど、うん、このアトリエね16年前にここに作った時に、はい、2年間は一応ショップもカフェもやってたんですけど、ね、うん、でそれからねアトリエのこの事務所としてだけの、うん、ものに集中してやっていこうっていう感じでやってたんですけど、うん、はい、この2年間の時にもやっぱいろんなお客さん来ていて、うん、地元の人以外にも他府県からも来てたんだけどね、うん、大阪から来てた、後に友達になったんだけど、うん、毎日来てね、毎日来てたね、うん、沖縄何しに来てるかっつったら、英語のなんかこのなんだ、英語のなんかテストみたいなの受けるみたいなのを一応理由に来てて、うん、で実際その後に留学もして、うん、しっかりなんかお医者さんになってっていうような人なんですけど、なんか今東京であれなんでしょ、うん、開業してるわけでしょ。開業してる、普通にもうだいぶ長い間会ってないけど、うん、頑張ってるかなというか元気かね、ね、うん、だからよっていうような人とかね、うん、やっぱ沖縄のこの温かさみたいなの感じたんじゃないかなと思う。自分なんかもね、うん、しょっちゅう帰れとも言わなかったし、うん、普通にね、まあ、一応飲食もやってたからね。だからその飲食やってる時も思ったのが、うん、回転率めっちゃ悪かった。悪かったね。なんていうの、ビール一杯で何時間もいるやつとかだけど俺なんか帰れっては言わないさ、うん、ゆんたくしてね、うんうん、だからあんまり商売上手じゃないのかなって思ってなので一応うん、今回のねお店は私たちがいると思ってゆんたくしちゃうんで、うん、ちょっと私たち本業に集中したいので、そうそうそう、ね、基本的に、うん、このショップエリアは、うん、うちのスタッフにちょっとお願いしようかなって、うん、任せようかなっていうのがあるので、うんうんうん、はい、俺なんかはもうバックヤードで普通にグラフィックのお仕事してると思うので、うん、はい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 、なのでね、うんうん、まあグラフィックのねお仕事の依頼もね、うん、お待ちしてますんで、ショップも、ね、これが本業だから。そうなんです。こんな言ったらちょっと語弊があるけど、うん、ショップは、うん、ついでって言ったら言葉悪いけど、うん、なんて言うんですか、うん、窓口ですよ。そう、窓口です、うん、このアトロンをなんでじゃ開放するかっていうのは、うん、だからもちろんグッズを売るっていうのももちろんあるんだけど、うん、俺なんかってやっぱりこの他の人からしたらどんなやって依頼すればいいの、うん、とか、うん、分からんさ、うん、でそれを聞きたくても、うん、今みたいなアトリエだったら、うん、これ入っていいのみたいな、うんうんうん、やっぱりちょっとなんていうの、面の皮厚い人だったら入ってくるかもしれんけど、うん、ちょっとシャイな人とかさ、うんうんうん、内気な人だったらこのドア開けるのも超勇気さ。そう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 、だから、ね、うん、今もお店として開けてるよりウェルカムですよ、はいはい、入ってくださいって感じだから、うん、ね、気軽に入ってきて、そうそうそう、例えばなんか名刺作りたいんですけどとか、はいはいはい、なんかロゴマーク作りたいんですけどとか、ね、うん、全然いいですよ。あとウェルカムボード作りたいんですけどとか、うんうん、いい、一般の方でも全然、うん、俺なんかってなんか企業のグラフィックの仕事しかしないイメージが強いと思うけど、うん、まあそうだね。だけどね、一般の方とのお仕事も全然、うん、全然受けたまっておりますので、ね、本当にお気軽にね、うん、そういったのをもうちょっとまた窓口としていい感じでね、うん、できるかなと思うので、そうそうそう、そういうのもあるので、うん、ちょっと今回ね、うん、オープンさせようかなっていうのでね、うんうんうん、でやっぱあとなんだろう、グッズもね、うん、今のところプラザハウスさんとか、うん、ミックスライフスタイルさんとかにも置いていただいてるんですけど、はい、扱っていただいてるんですけど、うん、やっぱこうなんていうの、アトロングッズだけっていうさ、うん、っていうような世界観みたいなのも味わえるのもまた一つのいい点かなと思いますので、ね、はい、
で受けたのが、うん、なんかこの2月29日に本当はオープンさせる予定だったさ、うん、あのうちのこのコザピドゥラジオの第3週のレギュラーの特派員前田こと前田さん、はいはい、東京のね東京の NHK とかいろんなのし、うん、テレビの仕事をしてる、うんうん、特派員前田が雇用してたらしい、うん、だから危ない危ないよね。しかもなんかちょっとシークレットでねそうなんか内緒で雇用してたみたいなんだけど、そうそうそう、俺なんかよりフェイスブックも最近アップしてないから動向をつかめなくて、もしかして延期になったんかなって思ったんじゃない、うんうんうん、不安になって、うん、あの江ノ部博士に電話してね、あの29日オープンするんですかみたいな、そうそう、最初ジャブでさ、うん、第5週のラジオするんですか、うん、みたいなメッセージ来てたわけ、はいはい、でもバタバタして返事もしてなかったから、うん、で電話来てから、うん、ちょ最初なんか探りでラジオのこと聞いたんですけど、うん、本当に聞きたいのはこのショップがオープンするかどうかでしたっていうだから危うくチケット取るところで実はもう取ってたとか、だから怖いねいやいや、いやでも撮ってたら来るよな、来る来る来る、うんうん、だから一応3月ね20日だよって言ったから、うん、その時来たらいいさってね、そうそうそう、危うく来るところでしたよね。さすが前田さん、うん、でも前田さん何も言わないで、うん、突然来る時たびたびあるさ、あのあいつはあれだからあのちょっとなんていうのこのなんていうんだっけ、サプライズ、うん、サプライズ好きだから、そうだよね、うん、ほんとすごいよね、うん、東京もう前田さんも本当に、うん、ねえかれこれも何年ですか、付き合いも長いですよね、もう13年ぐらい付き合ってる ね、うん、なんかあの近くの親戚より遠くの他人っていうことわざがあるさね、うん、それと似てて、うん、なんていうの、コザにいる人でも、うん、なかなか会わない、いるね、もしくは仲が良くな、な仲が良くならないというかあんまり、ね、親密にならない人もいっぱいいるさ、うん、だけどこんなあの東京にいる、うん、人でもさ、うん、こんな友達になったら、うん、まあ、定期的にラジオで会話もしたり、うん、こんなって何かっていう時は来てくれたりとかさ、うん、っていう、もう俺なんかにとって、うん、いっちゃまあすごいつながりが深いというかね、そうそうそう、あんまだからあのこのね土地的な距離を感じないって思うよね、うん、だって同じ沖縄で会ってあの人とだいぶ会ってないなっていう人より会ってるから、うん、そうだね、うん、だからよ、ね、普通にあの去年の2月沖縄マラソンに出るって前田さん来てたからね、うん、はい、沖縄に今年は出ないばっつったら出れなんか、うん、なんか足骨折したみたいで、そうそうそう言ってたね、でだからそれをあの先週言ってたさ、うん、骨折ってバカだなって思ったら俺その後に骨折したから、うん、だから話いいよ、あんまりこんな悪口言うもんじゃないなと思ってデジャスさ、うん、ね、はい、そんな感じでしたよね、いろいろね、はい、はい、ということで何かまたちょっと一曲いきましょうかね、はい、はいはい、じゃあですね、はい、いいですかね、では一曲いきます、ウルフルズで笑えれば、
特派員前田。このコーナーは日本中を飛び回るコザピドゥ特派員の前田氏が各地の全く意味のない情報をライブ中継でお送りする画期的なコーナーである。はい、ということでですね、はい、実は今日第5週なんで、うん、本当は各週になんかもう笑ってる各週のメンバーに連絡して、うん、出てもらおうと思ったんですけど、うんうん、もう忙しくて声もっていうか笑ってるのが一人一、うん、人すごい出たがりな男がいまして急遽はい、はい、じゃあ読んでみますか。これ繋がってる？これ大丈夫ですかね。今音が聞こえる、はい、はいはい。ということでじゃあ、うん、第3週から、はい、前田さん、前田さん、あれあれ、もしもし、ちょっと待ってくださいよ。繋がってる？待ってよ、これちょっと一回スピーカーオフローね。今はもしもし、喋って今、もしもし、はい、ね、今大丈夫ですね。大丈夫ですか？はいはい、はいはい、大丈夫ですよ。声聞こえますかね。僕に電話しないつもりだったでしょ。いや電話しないというか出れるかなって、ちょっと出れないだろうなと思ってね。うん、そう、この前、うん、そのほら29日にアトロのショップがオープンすると、うん、はいはい、するかしないかという、うん、はいはい、ことでね、はい、探りを僕が江ノ部さんに入れたわけです。はいはい、うんうん、その時 に、うん、ラジオやりますかって言ってたんで、それはあれじゃない、うん、フェイクじゃないの？いや、それも合わせて、うん、まあ思ってたわけで一応出るってことだ。あ、一応出る予定はあったんだ。そうですね、さっきの、うん、2人このラジオの話を僕聞いてたんで、はいはい、なんかちょっと恥ずかしい気持ちで今電話してますなんかちょっとそのことを今日電話したら、はい、このね、サプライズで行く話を、はい、しようと思ってたんで、あ、はいはい、これをネタにしようと思ってたわけ。そう、そのネタをねもう先食いされたから話すことないんですけど、はい、なんか僕に電話してこないような雰囲気だったんで、そうそうそう、ね、出ない、出るのか出ないのか、うん、出れるか出ないかわからんかったから、もう今日はいいかなと思ってたんだけど、はい、うん、なんか豪を煮やして前田さんから電話かかってきたから。あ、よかった。で、うん、えのびさんに3、4回電話したら、うん、はい、電源切ってるのかなんなのか、うん、機内モード繋がんなかったんです。そうそうそう、曲流してたから機内モードにしたわけ。うん、ああ。そう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 、今オンになってますけど、うん。友達さんに、はい、8年ぶりぐらいに電話。何それ。俺の番号まだ入ってた。入ってた。だ、俺も意外だったからちょっとびっくりしてから。前田さんからかかってきてるけど。そうよかったよかった。出会った時ぐらい。電話してないと思う。多分iPhone なんてかかってきてないんじゃないか。そう。だからね、10年以上、うん、友達さんの番号に僕電話したことないもん。ね。レアな感じ。まあじゃあこれを機に電話してきてくださいよ。ね。そうそうそう。うん。でもね、友達さんと電話で何話すかって言ったら、思いつかないんだよ。ていうか今電話で話してるだろ。だからよ。今まさに。だからよ。あ、だから前田さん、はい、もうだから、はい、ちょっとオープン延期したので、はい、3月の一応20日を予定してるので、うん、はい、その時にちょっとじゃあチケット取っといてくださいね。そう、もう取っときますよ。もう本当に、もう取っといて、そしたら俺なんかもプレッシャーがあるから。そうそう、前田さん来るって、うん、どうしてもオープンさせないと。これでもしかしてこれでもう一回伸びるとかっていう話はあるの？これでもし伸びるんだったらもう前田さんにお酒をおごるよ。うん、ごめんねって。悪いねって。足立屋があるんで、足立屋。足立屋？あ、足立屋ってあるの？東京に？うん、東京に。足立屋って何？足立屋っていうなんか飲み屋さんがあるわけ。みたいな、うん。うん。前より鳥五郎って言ったさね。うんうんうん、うん。あそこみたいなノリのね、うんうん。あ、ちょっと違うけど、まあ一応そういう感じの、いい感じのね。そうそうそう。飲み屋さんが最近できた。うん？チェーン店？チェーン店ってなんか噂があるから、うん、東京にもあるのかなと思ったよ。いや、気
聞いたことないね、足立屋って。あ、そうなんだ。もしかしたら、あの、うん、東京に、足立区っていう23区の中に、足立区って区があるんですよ。はいはいはい、あるよね、うん。そこにはあるかもしれないですね。あ、じゃあそこから発信してんのかな。ねえ。そうそうそう。ね、足立とかって、あの、あれですよ。ビートたけしが、うん、あの、生まれたところじゃないですかね。へえ、そうなんだ。はい。あ、それはそうと、前田さん。はい。あの 前田さんがディレクションした、うん、あれ見ましたよ。見た見た。あの、科学の見方。ねえ。はいはい。あの、トウモロコシを数えるやつ。はい。面白かったですよ。あ、ありがとうございます。だけどあれ、前、ちょっと恥ずかしいね。前田さんの名前出てこなかったけど。あのね、うん、ああいう、あれって学校放送といって、はい。あの学校のほら授業中に見たりする番組なのよ。あー、そうなんだ。すごい。で結構そこが厳しくて、はい、だからほらオープニングタイトルとかナレーターの名前はほら、はいはい、出るけど、うん、制作者の名前はそういう会社名とか NHK の名前しか出ないんですよ。あー、だからか。そうなんだ。ディレクションずっとそこに似てればね、実は厳しくて、そういうものがあるんだね。俺いつもあのテレビは緩いんですけど、前田さんがそういう作ったテレビ見るときの楽しみとして、うんうん、前田さんの名前を見るのが楽しみだったから。そう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 。でもね。でもあの一瞬前田さんの声かなっていうのは、あー、あったあった。あ、最初ね。うん、最初あの、うん、学生が入ってきたときに、うん、あのちょっと宮崎なまりが聞こえたから。ねえねえ、そうそう。もう見るポイントが細かい。見るポイントが親戚のポイントだ、ね、そうそう、あの身内目線になってるから、ね、身内目線だね。のびさんはもう、まあ、見た見た、時間あります？あ、まだ時間あります？おー、もうない、あと2分で終わる。あ、まあ、ちょっと話して、のびさんどうでした？なんかさ、やっぱりあれだった、シャレオツだったね、シャレオツだった、シャレオツだった。なんかかっこよかった、うん、なんかなんだろう、 NHK っぽい感じだし、あとトウモロコシの数え方見たときにやっぱいろんな目線で見てるなと思ったし、うん、あとハリセンボン数えるときに、ハリセンボン数えるときにどんなやって数えるのかなって思ったわけ、うんうん、ナイスアイデアだね、あのシール貼っていくのはね、うんうんうん、面白かった。あれ、うん、シールを貼っていくんですけど、はいはい、実際は、うん、聞く再生してるんですよ。んなんて、逆に、まず、逆再生、シールを貼って、ハリセンボンに。ああ、剥がしていってるわけ？へぇー。なるほど。なぜかというと、うん、貼るときの方が、うん、あの、動く可能性が高いわけ。ああ、なるほど、なるほど。大変だね、こんなって考えたら。でも、あれはすごい。あ、もう終わりですね。あ、聞こえる？聞こえます。聞こえるんだ。明日も僕が担当した科学の見方。あ、明日もあるの？明日もあります。へぇ。あ、じゃあ明日もあの、見ますよ。はい、明日はね、触ってみるっていう感じです。あ、違うやつなんだ。違うやつ。へぇ。これ全何回とかって決まってるの？全10回で、うん、明日が9回目です。あ、9回目？ 9 回目？あんなにやってるの？嘘。あれ、そうなの？この2週間の間に。で、再放送とかしないの？再放送はね、だから2週間に1回放送で、はいはい、そのほら、2週間やるから2回放送して、うんうんうん、あとはあのウェブで見れます。ああ、そうなんだ。ウェブで見れるんだったらいいね。はい、ということで、あの前田さんも、あと20秒なんで、はいはい、じゃあ、あの、はい、第3週でお会いしましょう、じゃあ。ね、はいはい、また来月ね。ありがとうございました。はい、お疲れ様。はい、ということであと10秒ですね、はいはい、この番組をお送りしたのはアトロンの友瀬司と、ラジコアトロンの榎並稽古でした、はい、それではまた来月のね、はい、1週目お会いしましょう。